テイルズオブエクシリア2やっていきます。前回も怒涛の展開でしたね、エピソード2に入って負債は道連れとともになんですが、いいですね、来ましたね、読みます。戦闘車両にの待っていたのは怪物と化したユリウスだった。襲いかかってきたユリウスとの戦いの中で突如俺の体も謎の変身を遂げる。そして俺の手にした槍がユリウスを刺し貫き、全てが閃光とともに消滅した。目を覚ました俺は酒場に寝かされていた。一体どうなってるんだ。どうやらここはドボールという町らしい。倒れていた俺たちを治療したという医療エージェントリドーから高額の治療費を請求され、俺は2000万ガルドの借金を負う羽目になってしまった。ドボールってあれだっけ、エレンピオスとリーゼマクシアの真ん中にあるなんか中継地みたいなところだったっけ。行きそうって もう言ったけど早速来れたんだね。いや本当にこの文章のまんまの認識でいいんだね。いや謎だな。どのぐらいになったらこうすっきりするかね。ということでストーリーを進めていきましょう。酒場を出て家に帰るね。今何時だろう。ドボールダウンタウン帰れるの。家に帰ろう。でお兄さんもあれだし仕事もあれだし、いやもうどうしようって感じじゃないですか。自分の力で稼いで初めて金の本当の価値がわかる。そうね、同じように借金すると金の本当の重さを思い知ることができるだぞって。したくないな、知りたくないな、それはイベント。借金助けられなくてごめん。いいよ柔道、そこまで背負い込まなくても。柔道お金ないんだね直球。僕ジンに代わる新しい道具を研究してるんだけどうまくいってなくて。そっか、これからどうするの。カナンの地、エルはカナンの地に行かないと。うん、カナンの地は古い精霊伝承に出てくる伝説の場所でね、魂の循環を司る精霊が住んでるって言われてるんだ、うん、何でもお願いを叶えてくれる不思議なところなんだって。本当なの、エルのパパが言ってたんだから。言ってどうするの。一概におとぎ話とは言えないかも。伝説ではカナンの地は意志の槍を持った賢者クルスニクがたどり着く場所とされてるんだ槍持ってた。あれが現実ならカナンの地だクルスニクの槍かけど、あれは一体エルはどうやってカナンの地に。わかんない、パパがあの列車に乗れって出会うためだったんかな。エルって迷子だよね。なんて声かける。エルって迷子だよね、一緒に来るか。どうしてカナンの地に行くんだ。一緒に来るかってどういうこと。一緒にお家に帰るかってこと。どうしてカナンの地に行くの。パパと約束したから。約束は守らなきゃダメでしょ。うん、それはそう。あのメガネの怖いおじさんカナンの地知ってるっぽかった。知ってるっぽかった。クルスニク、あれは本当にルドガーのお兄さんだったの。お母さんが違うって言ってたよね。だから腹違いってことでしょ。なもうだってルドガーくんわかんないもん。私もそんなになんかこう面識ないし、まだ柔道の方がわかるよ私はルドガーのお兄さんだったかわからない。ユリウスのはずがない、ユリウスのはずがない。あれがユリウスのはずがないってことね。いやでもわかんないかな。兄弟なのに、っていうより信じたくないというかね。ユリウスさんの GHS にかけてみた。至極真っ当な意見ですねおかけになった GHS はただいま応答できない状態にあります。ダメか。それとにかくルドガーの家に戻ろう。そうね、ユリウスさんが無事なら連絡が入るはずだよ。
優しいね、ジュドも一緒に来てくれるんだ。おせっかいかもしれないけど。さすがだわ。そんなことないって。ありがとう。ねえ、この子の名前教えて。ルルっていうよ。ひとまず列車でトリグラフに戻ろう。また列車か。結構移動してたもんね。メインチャット、借金返済。マジか。僕が気づいた時、もうリドーさんの治療は終わってたんだよ。じゃあ柔道は大丈夫だったってことね。クランスピア社の人って言うから信用したんだけど、あんな人だったなんて。まあ信用するよね。宝物だけど、これ売れば。懐中時計？どうしたの、エル？あ、違う。これ売ったらお金になるかもって。綺麗だけど、ただの貝殻だね。ダメか。見つけるのに一日もかかったのに。可愛いね。どうする？ところで、懐中時計って今さ、ルドガーが持ってんだよね。ノバは友達だ、なんとかなるさ。いや、友達でも仕事はすると思うよ。まあ、エルが気にすることはないよ。気にするよ、お金って大事だし。気にするよね。お金ないとご飯も食べられないし、家も追い出されちゃうんだからね。思った以上にすごいちゃんとしっかりしてたわ。それはそう。僕もエルと同じ気持ちなんだ。ルドガーを助けるのを手伝ってくれるかな。いいよ、手伝う。ん？着信？ハロハロールドガーっていうかさ、勤務先大丈夫なんかな。いやー、これ完全使用連絡なんだけどさ、久しぶりに会ったのにちゃんと挨拶してなかったなって。こんな形だけど、せっかくまた会えたんだから仲良くしようね。ではでは。そんなに仲がいいわけではなかったんか。幼馴染じゃなくて同級生で、まあ、ちょっと大人になってしばらく連絡はなかったけどっていう感じ。騒がしい人だね。ああ、けどおかしいよ、ノバさんもあの列車に乗ってたのに。いや、そう、しかも柔道は見てなかったと思うけど、あのノバさんと上司っぽいベランドさんも貫かれて死んじゃってたっぽかったんだよね。その後に、なんだろうね、こんな何事もなかったみたいに。ちょっと待って、こっちに人がいるし。これは宿屋？止まらん。すげえ BGM だ。テロとか起こるくらいだしさ、もうマフェとか無理なんじゃないって思うんだけど。マルシア首相はそんなことじゃ終われないよ。それにこの国は絶対テロなんて屈しないさ。なあ、ここだけの話だけど、リスクゼロで儲けは確実ってネタがあるんだ。初期投資に100万ガルドほどかかるが、何、すぐに取り戻せる。いや、10倍になって帰ってくる。東大乗るだろう。100万出してたったの10倍か。バカなやつだ、この街であんな真似しやがって。ブラートが黙っちゃいないぜ。ブラート、このなんかこう頭っていうか、あ、なんかな、壁になんかあったりするかな。ほら、あるんですよ、玉ねぎ。じゃあ商店通りに行きます。ルル、エルはエルで、あなたはルル。ルルは今作のマスコットキャラクターっていうことね。リボンがいっぱい売ってる。歩くノアがアスコルドに列車を突っ込ませたんだって。和平派のクラン社への嫌がらせらしいけど、迷惑するのは私ら庶民だよ、まったく。そうね。アクセサリー屋さん、今回はその物語の進行によって装備が
更新されていくタイプってことね。調べる。果物屋さん、野菜でもある。ブラートのおかげで町の治安が保たれてるっていうのは本当よ。けどこの安全は私たちが彼らに支配されてる証拠でもあって、ドボールはこのままでいいのかな。スベント家って知ってるだろ。そう、あの名門のスベント家って、あのアルビンのところの、その本家の長男が相続を放棄してリーゼマクシア人と商売を始めたんだとさ。ユルゲンさんだよね。ユルゲンさんリーゼマクシアの人だよね。うん。わざわざ苦労する道を選ぶなんてお坊ちゃんの考えることはよくわからねえよ。そんな話まで知れ渡ってんだね。列車の事故のニュース聞いたか。なんだよあれ。テロとかもう勘弁してくれよ。野菜の値段がまた上がっちまうじゃねえか。何このピンク色。素材案内人、いらっしゃいませ。当方ではドボール周辺で手に入る素材のご案内をしております。エラール街道で見つかるリグガニや貝殻の化石はエレンピオスでもそこでしか見つからない素材ですよ。なるほど、そういうことを教えてくれる。君はどうだ、戦いには慣れたか。戦いは基本が肝心。時には様々な戦闘操作の基本を思い出してみることも必要だ。なるほどね。銀行の融資を受けるときは気をつけな。親切ぶってるが奴らも皮一枚剥けばただの金貸しだ。迷ったら思い出せ、その選択が死を招くってな。そうね、向こうもだって商売だもんね。なんかみんな騒いでるけどテロって何。俺知ってる、テロって人を殺すことだよ。めちゃくちゃ大雑把に言ったらそうなんかな。ここ登れるけど入れない。なんかテイルズでこういうスラムって珍しい気もするね。わしも若い頃はこの町で漁師をしておった。だが今じゃもう海岸線は遥か彼方だ。エレンピオスの自然荒廃は本当に深刻だよ。シェルの解放時に放出されたマナは成長アイテムリリアローブの記録を消し飛ばしてしまったんだ。そこでリリアローブの代替品として開発されたのがアローサルオーブだ。アラごとに関わるならしっかり使いこなせよ。じゃないと長生きできないぜ。こっちがエラール街道か。まあいけないよね。列車でトリグラフに帰ろう。歩くのはの意思と思想は理解できるな。事なかれ主義どもに誇りと覚悟を示すにもあれくらいのことをしなければダメだ。なるほどね。では駅方面に行きます。可愛い猫を連れてるわね。名前はルルっていうの。歌いたくなるようないい名前ね。仕事だる、歩くのはうちの会社もぶっ飛ばしてくれないかな。そうなるとね、実際やられると困るんですよね。列車事故はショックだったけど、これでうちの野菜の需要が高まりそうだ。こうしちゃいられない。早速仕入れに行かないと。そうだよね。せっかくね、野菜が作れるって話だったのに。ここたまにガルドが落ちてるんだよ。それを拾って貯金してるの。ああなるほどね。確かに電車とかより一層ありそうだな。急いでたりしてたらね。列車に乗るには切符を購入してください。切符は券売機で買えますよ。普通にお家に帰れるのかな。じゃあ券売機で買いますか。あーは？発券はできないよ。なんでブラックレス入った。なんで。なんでって、この男の移動には制限がかかってる。見逃したらこっちが処罰されるんだ。移動もできない。誰。ごめん、移動制限について説明してなかったね。エレンピオスは GHS で個人情報を管理してるでしょ。背負った債務に応じて移動を制限するコードが発動するの。これは犯罪者や多額債務者の逃走を防止するためのシステムで。ありゃ、
重い話だなってびっくりしてる。平気平気、借金の場合は少しずつ返済すれば制限は緩くなるし、こっちでもいろいろ考えてみるしさ、どうにかなるって。そんじゃね。エレンピオス大変だ。お客様の邪魔だ。どいたどいた。ねえエレンピオス、すごい注目されるじゃん。まったく何をやらかしたんだか。うわぁ、まだ若いのに人生積んでるな。つらいよ。バーカ、何にも知らないくせに。代わりに怒ってくれてありがとう。ありがとう。街で仕事を探してみようよ。そうね、結局自分もうチャプターに終わった。ルドガーは多彩な借金を負う身となってしまいました。ある程度お金が貯まるとノバから借金返済の催促が来ます。断ることもできますが、一定額を超えると断れなくなるので注意。また借金は L2 でいつでも返済できます。地道にコツコツ返済していきましょう。借金返済期が始まっただと。しばらく移動制限がかかりますが、借金を返していくうちに移動制限は徐々に解除されていきます。そんな何日何ヶ月計画なの？すげえなすごいシステムだ。拾ったガルドは警察に届けないと。移動制限になったら困るもん。切符は券売機で買えますよ。移動制限を受けてなければね。なんかすごい差別の目で見られたね。この町って他の駅より人身事故が多いのよ。返済区でね。あなたも気をつけなさいよ。そのさ、前作でさ、賭博っていうか賭け事が好きっていうのを聞いてて、そういう系でもう首が回らなくなってる人が結構いるっていう話だよね。ここまで想像してなかったな。話しかけないで。移動制限を受けるような人と話すことは何もないから。うわー、差別だこれ。やっぱなんかあれなんだね。なんて言えばいいか分かんない今。時刻表どこに、話してくんなくなるんだね。移動管理制限法には反対意見もあったが、対象を重犯罪者と高額債務者に限定することで成立したんだ。はあ、自由を制限されるのは自業自得というわけさ。はあ、ちょっとすごい価値観ですねこれはね。メインチャプターを進めていない間、仲間キャラクターは街の中で自由に行動します。たまに話しかけてみるといいことがあるかもしれません。街から外に出るときは勝手についてきてくれるのでご心配なく。なるほど、それで右上にメインチャプターみたいなのが出てくるんか。へえ、かーすごいね。はい、ということでメインチャット L の事情を見ます。ルドガーはユリウスさんと一緒に暮らしてたんだよね。うん。あと、ユリウスさんとルルと暮らしてたんだよね。ああ。まあ、エルと同じ。エルもパパと二人だったけど、エルが小さい時はボロっていうおじいちゃんの猫もいたから。エルの家ってどこなの？敵には言わないから。わかんない。エルの乗ってた船が止まっちゃって、近くにあった倉庫のトリグラフ行きって荷物に隠れたら、いつの間にか町に。トリグラフ行き、ああそうなんだ。じゃあ帰り道も。ああ。こいつは厄介だぜ。そしていますね、柔道。とりあえずルドガーの家に戻ってみようよ。まずはお金返さないと。なんかイベント？人手が足らないな。はい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 、働きます。君たちもしかして仕事を探しているのかい？声をかける前にそんな顔してた私たち。当たり？だったらうちの仕事を受けてみないか。いや急にこんなこと言われたら怖いけどね。クランスピア社の発注だから報酬は確かだ。もちろん相応の腕が必要だがね。魔物討伐とか？やってみようよ、僕も手伝うから。うん、
ジュードいい人、ほんま。敵を倒したりアイテムを納品したりして困ってる人を助けるお仕事、それがクエストです。お金が必要なあなたにおすすめクエスト認定証明書を入手。はいはい、どんどん依頼をこなしていこう。あんまりテイルズってクエスト概念、あーこれがそういうこと、クエスト概念あんまりないようなイメージだけどね。依頼内容を確認して契約しましょう。一度に契約できるクエストは5つまでです。クエスト内容をこなした後戻って広告を完了することで報酬がもらえます。魔物がついた討伐クエストは討伐対象を必要な数だけ倒すクエストです。目撃情報があった場所で戦いましょう。道具がついた納品クエストは指定素材を必要な数だけ揃えるクエストです。なるほどね。びっくりマークがついたクエストはイベントが発生するクエストです。必要なメンバーが記載されている場合、指定のメンバーをパーティーに入れてないとイベントが発生しないので注意しましょう。へえ、ギガント情報あるんだ。あー、この赤い文字が必須なんかな。長女のプレゼント、え、おもろいね。私クエストって基本的にめっちゃ好きなタイプなんで。エルの帽子、あ、重要なアイテムがもらえるんか。必須なんてなくって。ドボール液、綺麗な羽10個をドボールに届けて、パパの誕生日にプレゼントするの内緒だからね。分かった。お仕事手伝ってくれないかしら。化石を入手、契約の証拠を獲得してない。カニ、エラールカイ、とりあえずエラールカイドウね。集めるやつとこの魔物どっちがいいかね。魔物ちょっと3つ受けて。すごいちゃんと文章決まってるな。とりあえず5個受けた。じゃあこれをやろう。こういうのってみんな見たいです。私は残したいタイプですけど。セントメンバーインフォメーションやってこよう。エラールカイドウ、うん、エラールカイドウ初めて来た。ということでやりながらやりまーす。ルドが、なんとかして。キルト聞いた。敵への耐性攻撃は危険。敵の耐性攻撃で攻撃してしまうとダメージが半減してしまうばかりが、敵はのけぞらず反撃してしまいます。なるほどね。同じ攻撃をやりすぎちゃいけないっていうことか。敵に反撃を受けやすいようであれば、自分の攻撃が敵の耐性属性でないかどうか R1 で確認するようにしましょう。なるほど。よし、この力で僕は。おお、やっとなんか喋ってくれた。僕、うん、いける。うん、なんか成長した。かわいい。よし、この力で僕は。超余裕だったね。余裕だったね。次もこの調子でゴー。かわいい。ハロー、ノバだよ。返済お願いします。そんなにお金、あー、そういうこと。今所持金が5000になってるから返す。え、本当にこのゲーム中に2000万返すの私。じゃあとりあえず半分返すか。本当に返すの、マジで言ってる。うん、ありがとう。ちゃんと返してくれて本当助かるよ。これからもお願いね。はい。もうなんかもう今の衝撃でこの宝箱の中に何が入ってたか全然忘れちゃったじゃん。本業は医学者なんだけどね。強いよ柔道。隣に来た。え、もうトリグラフつくじゃん。もうあんまり先行きすぎるとこっから先ダメだよって言われるんかな。やったね、ルドが。割と頼りになるね。割とね。町の外にいる敵はよくクエストとして嫌いが出てることが多々あります。せっかく敵を倒すのであればクエストを受けるようにして一挙両得を狙いましょう。僕はもっと強くなる。
なるほど。今別にクエストも何も受けてない、何も受けてないこともないけど、進行できるクエストを受けてないのにマメに戦ってるから、もっとお得にゲームすればいいのにって言われてるってことね。あ、トリグラフの前に誰かいる。ここは現在閉鎖中だ。トリグラフへの入港は鉄道もしくは船舶のみに制限されている。悪いがアスコルドの事件が一段落するまでこの道は通れん。出直してくれ。あ、そういう感じ。ストリボリグ号の暴走事件を受けて現在トリグラフ周辺は厳戒態勢が敷かれている。面倒だろうが事件が事件だ。変に怪しまれる前にさっさと引き返した方が身のためだぞ。そういうことね。今ねワープができないんだよね。なので自分の足で帰らなきゃいけないということですね。よし、初めてのクエスト報告です。報告可能。はい。おお、あ、風のあれもらった。条件がある。たくさんクエストをこなすと契約できるクエストの種類も増えていく。なるほど。これもんー、すぐに納品できる時もあるのか。これ全部とりあえずやっちゃおう。我が名はミスター N。 ノバに代わって取り立てるぞよ。はーい。あ、え、あ、とりあえず2500でいい。あー、これで全部返したんか。一応ルードがウルハヤ返済じゃん。あ、ウルトラ早いって意味ね。今後もナルハヤウルハヤでよろしく。借金返済を終えると次に何をすべきかの目的が表示されます。ストーリーを進めたくなった時はどうぞ。ちなみにストーリー進行中も借金徴収は続きますので、足からずたくさん返すといいことがあるかも。へえ、お疲れ様。はい、ここでノバからハッピーなお知らせ。うん。今の返済でドボール駅の移動制限は解除されました。こんな調子でやってけば大丈夫だから頑張ってね、ルドガ。ノバって人ノリ軽すぎだよね。まあ、ヌーヌーがええんかね。深刻になりすぎないのもええんかね。まあゲーム的にね。やっぱなんか最初この素材案内人を聞いた時はまあまあまあって思ってたんだけど、こうやってクエストをやりだすとこの情報はとても助かりますね。アローサブオーブのいいところが分かった。エクシリアの時ってレベルアップするたんびにそのAP だったっけ、 GP か、 GP が溜まってレベルアップするたんびにリリアルオーブをいじってたんだけど、今作は割とレベルアップしてもそのまんま放置できる感じがありますね。とりあえず小手発ぎ強くなるっていう話なんだけど、これやったらアジリティとか覚えたりしてるし、飛燕連脚も覚えるから、うん、これやろっかな。アピールすると敵に狙われにくくなるか。あんまやんないだろうから、こういう時にこういうのやって他のを覚えるってことね。ゴーガショー。ちょっと急にもう今録画止めたばっかりなのに。なんか成長した。ん、何？だんだんルドガーと息が合ってきた感じがするね。これほんの気持ちだけど、よかったら使って。これからもよろしく。どうしたどうした、好感度ってやつ？エラールフォースをじゃないわ。親密度上昇、 SP もらった。どれだっけ？これの親密度ってやつ。あ、てかエルちゃんここにいる。あ、そうか、エルちゃんは戦わない、プレイヤブルキャラじゃないのか。エルちゃんはプレイヤブルキャラじゃないわ。で、柔道がハート1になった。あー、これリンク知ってたら仲良くなるとかなんかな。 SP 最大値の増やし方。スキルセットに必要な SP は新たなスキルを入手した時にそのスキルをセットするのに必要な SP の半分値が取得したキャラクターの最大 SP に加算される。あ、そうやって増えるんだ。確かにどうやって増えるんだろうって思ったわ。また一定数の魔物を倒すことでも SP を上昇させることができる。へー。どの魔物を倒すとどのキャラクターの SP が増加するかは決まってる。へー。
世界各地のすべての魔物を退治して回りましょう。なるほどね。あーで、エラールチュンチュンを一定数倒したから今重度の SP が2増えたんか。へえ、いいね。なんかそのやりがいがあるね。なんだろう、今までただの趣味で倒してたのがちゃんと目的を持ってできるっていうことね。かわいいのいっぱい集まった。でも一番かわいいのはルルかな。なよにゃーん。ということで、あの子だ、綺麗な羽を渡すクエストですね。パパの誕生日プレゼントだっけ。綺麗な羽ありがとう。これであれができる。それあなたのパパにプレゼントするんでしょ。はっ、なぜそれを。依頼文に書いてあったから。そうだよ、内緒だけど。接着剤でくっつけてマフラーにするの。10本ぐらいでできる。あ、それ昔エルもパパにあげた。ま、真似しないでよ。真似じゃないです。エルが作ったのパパ用の羽のお面だし。お面って変なの。変じゃないよ、パパすっごい喜んでくれたもん。変です、うちのパパお面なんかしません。変じゃない、変じゃないよ。周り見てみなよ、お面つけた人なんている。パパは仕事柄するんかな。まあ伏線な感じありますね。分かったでしょ、あなたのパパは変なパパです。変じゃない、エルのパパは変じゃん。あ、僕も学校の工作で作ったお面を家族にプレゼントしたっけね、ルドが。ああそういえば私のパパもお祭りでお面買ってた。だよね、やっぱり変じゃないよ。ねえ、その二人はあなたの何なの。ルドガーたちはエルのなんだろうね、変な仲間。ときましたか。じゃあ完了報告をします。エルの帽子アタッチメントかな。ほい、ということでこれはまだできないからもういいかな。我が名はミスター N ノバに代わって取り立てるぞよ。今8900ある。5000返した。運命と戦おう、ルドガー。そして明日をつかむんだ。借金返済頑張ったボーナス。ルドガーのマンションを1階ポストにアイテムを届けました。気が向いた時にチェック。はあ、帰れるんだね。左じゃないな、真ん中下にさ次回返済金額っていうのがねあるんだよね。